ミスの作品、スパークの作品、両方とも非常に超絶技巧というか非常に難しい曲なんですね。それを鮮やかに演奏しているというところ、これが、そして管楽器ってこんなに魅力があるんだということを紹介したいなと思います。パンダウィンドウがとにかく若い、そしてエネルギッシュでスターが多いということですね。じゃあとにかく音楽は聴くことです。そして感動すること、この曲は本当に吹奏楽の魅力を満載してます。素晴らしい演奏です。ぜひ聴いてください。